育成年代に起こりうる心や、体の変化、そういうものを再度考えるような、きっかけになればなと思います。内容によってはなんですけども、指導者の皆さん、自分たちも含め、大人にも、当てはまる内容というのは、多いかと思うので、そこら辺も、当てはめながら考えて、進められていければなと思います。よろしくお願いします。まず最初、運動とメンタルヘルスの関係というところなんですが、運動すると気分がすっきりする、ストレス解消の方法としてジョギングをするとかバスケットボールをするとか、そういうのは、まあ、された経験があるとは思うんですけども、2020年の、ニューヨークタイムズの記事では、運動していない子どもたちは運動している子どもたちに比べ、2倍の割合でメンタルヘルスの問題を抱えやすいという、記事があります。他にも、活発に運動するティーンエイジャーは、18歳になった時点で鬱になりにくいというように、いろんな、リサーチ論文はあるんですけども、基本的に、体を動かすことということと、メンタルヘルス、には、性の相関性があると言われています。次に心と体の成長における、影響、運動が及ぼす影響についてです。体の成長には、運動によって心肺機能が発達して、筋力も上がって、その適度な、負荷により、骨も強くなって、いろんな運動経験、をすることによって運動能力が発達すると言われています。心の方では、課題、やれないことにチャレンジをするようなところからの、勇気であるとか、成功体験からもたらされる、自信、行動力、チームとプレーする、チームメイト、相手とプレーすることでの、敬意、協調性、自制心といったものが、養われていきます。こちらの図なんですけども、アメリカのアスペンインスティテュートという団体が進めているプロジェクトプレイというものがあって、これは遊びのプロジェクトというものなんですが、そちらから紹介します。残念ながら近年ではスポーツに参加する体を動かす機会というもの自体が減少していると言われています。これは日本だけではなく、アメリカでも同様のことが言われていて、このアスペンインスティテュートでは、2017年に子どもたちのスポーツへの参加率を高めていこうという目的で、NBA であるとか、メジャーリーグ、ベースボールの競技団体も含めてメンバーとなって参加しているプロジェクトになっています。この図では、下の、左側が、幼少期、真ん中に進むにつれて、思春期、そして大人というふうに進んでいきます。で、運動をしっかりしている子どもたちが成長にあたってどのような、利益を、運動から得られるかという、のを示した図になっています。まず、肥満のリスクが低下します。10分の1まで低下しますと言われています。学業においてもテストスコアが上がります。喫煙や、薬物の使用や望まない妊娠などといった、高リスクの性行為なども減ります。大学進学率も上がります。それによって収入も、上がります。健康的な習慣から、医療費であるとか健康維持費が下がります。社会に出た後も、生産性の高い仕事をすることができます。生活習慣病、ここでは心臓病とか脳梗塞とか、がん、糖尿病ってあるんですけども、それらのリスクも下がります。よって、大きく大人になった時にも、障害を抱えるリスク、ここでは3分の1にまで減ると言われています。で、興味深いのが、運動習慣のある母親の子供、は、そうでない母親の子供に比べて、およそ2倍活動的である。そういう傾向があるという、研究も出ています。で、その子供たちがまた親になり、この良い連鎖が続いていく。だから、運動を、子供たちに続けさせよう、習慣づけようという、図になっています。
して、こちらが今、述べた10点に関してになります。それだけ、メンタルヘルスのいい影響を及ぼして、障害的にもいい影響をたくさんもたらしてくれる運動なんですけども、このアスペンインスティテュートでは、この動画を上げています。下に YouTube の、URL があるんですが、もしくは検索の欄に Don't Retire Kid と入れてくれれば、この動画が、見つかります、メッセージ性の強いもので、ちょっと衝撃的ではあったので、紹介したいと思います。シチュエーションというのは、この子供が、有名なプロアスリートのように引退記者会見を開くというシチュエーションになっています、日本語で、スクリプトを要約したので、少し読み上げさせてもらいたいと思います、この子供なんですけど、このように言ってます、今日はここでスポーツからの引退を発表します。野球もバスケットボールも全てです。その時が来たと感じています。この年でプレーをすることへの重圧は大きすぎます。頭を上げて前向きに取り組みなさいとか、試合に向けて集中しなさいと、両親から、自分たちのことを思って助けようと思って言ってくれたのは分かっていたけど、そういう助言にもうんざりしています。試合の大事な局面でいつも自分をベンチに座らせておくコーチからも自分は立ち去っていきます。友人とチームメイトと離れるのは寂しいし、彼らと若い時に楽しんでプレーをしていたことを懐かしく思います。楽しめている限りスポーツを続きますが、今はやめる時です。何か質問はありますか？というふうな流れになっています。で、右下なんですけど、文字で 62% の子どもたちがスポーツをやめています。何が間違っているのでしょうか？という問いかけになります。メンタルヘルスを脅かす原因、いろんなことがあると思うんですけども、この、動画からはこれらのことが考えられます。過度な要求、そのプレッシャー、運動負荷が大きすぎて、しっかりした休養で回復ができないというようなバランスの乱れが考えられます。で、これは男の子の例だったんですけど、9歳の女の子バージョンの動画もあって、そこでは、教えられたことを理解できていないと言われるとか、体が弱いと言われるとか、そういうことがストレスになったというコメントもありました。先ほどの、安倍のレクチャーからもあったんですけども、PHB、成長過程の中では、脳も体も成長中であって、もちろんそれを司る神経というのも発達段階になります。大人と同じようにできなくて当たり前であるし、同年代の子でもできる子はいてできない子はいる、そういうのが当たり前の時期がこの育成年代だと思います。なので、子どもたちは成長過程の真っ只中であることを再認識する必要があるかなと思いました。次なんですが、メンタルヘルスが低下したとき、どのような症状が出るのだろうかというところで、2つの点から、精神的なところからと体のところから、症状を書き出しました。気分が落ち込む、意欲がなくなる、不安、焦り、イライラする、集中力が低下する、口数が少なくなる、悲観的に考えるなどが、精神的な症状として見受けられます。身体的なところでは、頭痛、動悸、睡眠障害、食欲不振、めまい、耳鳴り、腹痛、胃の不快感等も挙げられています。それらの症状が、進んでしまうと、やっぱり限界が来てしまいます。そこで燃え尽き症候群というようなことも言われます。これは、その定義として挙げたんですが、若いアスリートが慢性的なストレスの影響により、以前は楽しむことができていたスポーツまたは活動からその参加をやめてしまう反応と言われています。多くを求められているような状況に置かれてしまって、その子どもたちは、要求がちょっと行き過ぎているのではないかというふうに受け取って、その結果、心理的な反応として拒絶をしてしまうとか、楽しめていたのに楽しめないというような、変化を経験して、最終的にはもうこれ以上無理だというふうな流れになってしまうと思われます。こちらは先週、佐藤の方が怪我の、進み方の例として、
出したものです。タイヤに例えてあるんですけども、緑が健全なライン、そこから黄色、痛みが発症するライン、そして赤、壊れてしまうラインというふうに示されていて、ストレスがかかることによって、矢印にあるようにその一定のラインを超えてしまって、例えば、体であれば、痛みの症状が深刻化してしまうと。それが続くことによって、疲労骨折になってしまうというような例を紹介しました。で、このことは、心の健全度、心のメンタルヘルス、メンタルヘルスにも当てはまるので、今回このスライドを使用しました。時間が進むにつれて、これ横軸ですね。心の痛みのラインを超えてしまうことによって、先ほど挙げたような症状が出てしまう。それを何もすることなく、深刻化させてしまうことによって、燃え尽き症候群、もしくはうつの状態になってしまう。ということが考えられます。ですので、保護者、指導者、サポートスタッフとしてやれることというのは、そういう症状が見受けられたときに、また緑のラインの方へ持ってあげられるようにすること、心を良い状態の方へ導くことかと思います。そういう症状っていうのは、シグナルだと思うんですが、まず最初、大事なこととしては、指導者のみならず、選手本人もそれらメンタルヘルスの症状についてしっかり理解をしていくことが重要だと思います。ただ問題として指導者とかその現場にいる、まあ、保護者も含めですけども、その全ての子どもたちが、抱えていること、シグナルを察知することは不可能だと思います。なのでそれをうまい具合にこの青の矢印の方に持っていくこととして環境づくりというのがとても大切になると思います。で、そこで紹介したい言葉が心理的安定性というものです。定義はここにあるように、チームの各メンバーがそのチームに対して気兼ねなく発言できる、本来の自分を安心してさらけ出せると感じられるような場の状態や雰囲気としています。つまりミスをしてもいいんだとか自分がやれないことを出してもいいんだっていう安心感があるような、チームのことだと思います。これは、Google の社内リサーチで、研究が進んだことがあるんですけども、職場においてこの心理的安定性があるそのグループチームっていうのは仕事の効率であるとか、成果がすごい上がるという、結果が出ています。なので、そういう仕事のグループにはとは一緒ではないんですけども、バスケットボールをするチームとして、こういうことを高めるというのは必要になってくると思います。そのことを、実際に、活動として始めた競技団体があります。ラグビーの選手会と、精神メンタルの、専門家が始めた、今年から始まったプロジェクトなんですけども、弱いは強いプロジェクトというものがあります。これは、性別や年齢を問わず、辛いことは我慢して耐えるべきとか、ちょっと人に頼るのは苦手だなというような人に対しての、メッセージとなっています。誰もが大きいなり小さいなり大なり小なり不安や、悩みを抱えて生きています。嬉しいことも悲しいことも、自分の強さも弱さも、全てを受け入れてそれを認められるということが真の強さなのではないでしょうか。弱さは強さの始まりですというメッセージ性を持ってこのプロジェクトは進んでいるようです。そのプロジェクトの中で2点やりましょうと言っていることがあります。まずは、伝えてみようということです。これは多くの場合は選手に当てはまるかと思うんですけども、不安な気持ちに気づいたら声でも文字でも言葉にして伝えてみてください。そしてもう一つが耳を傾けよう。多くの場合は指導者に当てはまると思うんですけども、相談を受けたら判断や否定をせずに、まずはまっすぐ聞いてみてくださいという、プロジェクトで、先ほど述べたような、心理的安定性を高めようという狙いだと思います。NBA でも、近年、この2人の選手、まあ、有名なところですけども、ケビン・ラブと、ダマ・デローザンが、メンタルヘルスでの、問題を抱えていると、
公表しました。ケビン・ラブはある時突然試合中なんですけども、プレーの途中で胸が苦しくなって息がしづらくなって、でコートからベンチに戻って、でそのまま、ロッカールームに下がって、そこで何かおかしいっていうのを初めて気づいたそうです。で彼は、29年間、これ29歳の時にあったことだと思うんですけど、メンタルヘルスっていうのは、他人事だと思っていたとコメントをしています。先ほどの、弱いは強いじゃないですけど、自分の中に隠していてはそういうものは治らないと公表するなり、弱いところも見せて、直していこうということを、NBA 選手として、発信して今活動をしています。ちょうど先週なんですけども、彼は、母校の UCLA 大学の、メンタルヘルスのリサーチグループに、50万ドル5000万円以上をドネーションして研究を、助けようという活動をしています。で彼のようにいつ何が起こるかっていうのは分からなくて、現在でも誰もが他人には見えない何かを抱えていると言っています。なので今コロナの、生活がすべて変わってしまった状況下で、すべては言い過ぎですね、多くのことが変わってしまった状況下で、以前とは違うことの何かがトリガーになってしまうかもしれないので、今後バスケットを再開する、今再開しているという時でも、育成年代の子どもたちに、耳を傾けてあげる、弱いは強いというようなのを広める必要はあるかと思います。その向上のためになんですが、先ほどから、繰り返し言っているように、周囲からのサポートを高める、まずこれは必要になってくると思います。2つ目なんですが、ライフバランスを整えてあげるというのも重要かと思います。特にバスケットボールにすごい偏ってしまっているような、子どもたちがいるのであれば、その違うようなところ、学校、学業とかスポーツではない活動、友人との時間、家族との時間、そういうのも、増やしてあげるといいかもしれません。次なんですけども、アスレチックトレーナーとして僕は今働いているので、怪我とメンタルヘルスの関係についても、触れたいと思います。怪我をしてしまうと自分が思っているようなパフォーマンスができないとか、チームメイトに迷惑をかけてしまっていると思うとか、練習を休むことによってチームから孤立をしてしまう、そのような、心配、メンタルヘルスに影響することが出てくるかと思います。これは2011年の、全米アスレティックトレーナートレ協会のユースアスリートにおける慢性的障害の予防という、指針が示された、リサーチになります。そこでは、ユース育成年代において障害全体の約半分が、慢性疲労によるものとされています。さらにその慢性疲労の怪我の半数以上が簡単なアプローチによって、予防が可能とも言っています。その取り組みとしてこの7点が紹介されていました。今回はそのうちのこの赤の4点について触れたいと思います。怪我の危険因子の把握ということですが、例えば転び方が下手な選手がいるとか、このライブセミナーでも何度も繰り返し出てきているような動きのチェックリスト、その基本動作が苦手な子がいるとか、そういうのはこの危険因子になるかと思います。で次、教育なんですが、心の症状と同様に、体、慢性的な怪我の症状、その初期サインを、指導者と子どもたちが知るということも大事かと思います。なので、その予防法であるとか、ストレッチなどの、ケアの仕方を知るということも重要かと思います。3つ目、スポーツ参加における工夫。先ほど阿部のプレゼンからもあったように、アップ時にいろんな運動体験をさせるとか、練習の中でもうちょっと楽しみを含めた遊びの時間を増やすとか、そういうのが、有効かと思います。で最後、トレーニングやコンディショニングプログラムというのがあります。今回の、コロナ感染拡大から自粛からの、段階的な、競技復帰というところで JBA は、ガイドラインを出したんですけども、その中にも、コンディショニングに関しての、多くの、情報が含まれています。平時のにおいてもそういうプログラムを利用して、
慢性的な障害を予防するというのも有効的だと思います。次なんですけど、少し違った切り口から、この表を、数字を、紹介したいと思います。これは、全米の大学 NCAA、NCAA からのデータで、高校、大学における、アスリートの数と、例えば高校から大学に進学した時のどれぐらいのパーセンテージで大学で競技を続けるか、大学からプロ、どれぐらいのパーセンテージでプロになるか、そして高校の全体数、アスリートの数から一体どれぐらいの人がプロに行けるかというのを数字にしたものです。男子バスケ、女子バスケ含めて、大体、1万人の高校バスケットボール選手から3、4人がプロでプレーをするという、数字になっています。なのでここから言えることっていうのは、指導者として、トップアスリート、プロアスリートを育てるという目標はもちろん素晴らしいことだと思います。ただパーセンテージから言うとそうでない選手が大多数であって、そうでない選手にどれだけ良いスポーツ経験をさせるかというのも考える必要があるかと思います。そして今回参加、このライブセミナーを聞いていただいている方っていうのは間違いなく、自身にそういういいバスケットボールのスポーツ経験があって、今指導者になっている、コーチングをしている、僕なんかをはじめスポーツパフォーマンスの、人間も、バスケに携わるような話になっていると思うので、そういう子たちを、育ててあげるっていうのも大きなやりがいかなと思います。それでは、いろんな情報を含め現場においてできることのアイデアとしていくつか挙げたいと思います。まずはチームミーティング、講義、今回の、レクチャーにあるような情報を、指導者と選手全員に広め、メンタルヘルスについての理解を深めること、そしてそこで可能であればチームビルディング、心理的安定性を高められるような何かアクティビティをすること、練習の中では、遊びの要素を増やす、ウォームアップ時に違うスポーツをするとか、練習の中でも、バスケットのドリルばかりでなく少し、スキルを含めるような遊びのドリルを増やすのもありかもしれません。で最後、怪我というのもメンタルに、大きく影響するので、その予防を重要視しましょう。それらを含めて、これバスケットボール JB が出している、指針なんですけども、バスケットボールフォーライフ、生涯を通じてバスケットボールで良い経験、良い人生になるような、ことをユース育成年代でできたらなと思います。以上です。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ちょっと慣れないことなんで、すっかりすみませんが、温かく見守ってください。まずですね、最初に、コーチの方の中には、まあ、一般にも言えることかもしれないですけれども、ゴールデンエイジの話が、ちょっと安倍さんの方から話がありましたけれども、ゴールデンエイジが来れば、選手の技術が自動的に習得されるっていう、誤解みたいなのがあるかもしれないんですけど、それについて、どう思いますか？はい、はい、ゴールデンエイジって言葉を、まあ、プレゼンテーションの中で口頭で言ってしまったんですけど、全くそのゴールデンエイジが来た瞬間にそういう習得能力が上がるっていうのは誤解だと思います。っていうのも、先ほど僕のスライドの中で、紹介させていただいたと思うんですけど、その育成年代のその大きなカテゴリーの中でいろんなものが必要ですよっていうのがあったと思うんですね。で、そういったものがあるっていうのが前提なので、その瞬間にあったから、じゃあ技術練習を多くして、そしたらスキルが上がったとかっていうのは、ないですし、まあ、確かに一つ言えるのは、その時期っていうのは、いろんなものを習得するのにいい時期だと思うんですけども、そこで技術を積み込めさせちゃうと、しすぎちゃうと、後での伸びしろっていうのはなくなるっていうことも言えると思うので、まあ、だからゴールデンウィー、まずはゴールデンエイジだからといって、別にその瞬間に伸びるかっていうことは全くなくて、前提があってのものだと理解してます。ありがとうございます。まあ、計画的にいろいろと指導をしていくっていうことですね。
もう一つ、いただいた質問でですね、公立中学校の男子バスケの指導者の方なんですけれども、もうこの方は、皆さん質問見えると思うんですけども、この方は独自で PHV の予測をやられている方で、質問としては身長予測をそれぞれの選手に伝えるべきかどう思いますか、阿部さん。ここは正直僕は現場での経験ない中でこういうことをお伝えさせていただいているので適切な回答になるかちょっと分からないですけども僕の意見としてここを見ましていただくんですけども僕であれば、選手が、まあ、ある意味悩んでるとかっていう状況であれば伝えてもいいのかなって思うんですね。まあ、ケースとして言えるのはパフォーマンスがやはり落ちるっていうことであると思うんですよね。その PHV の期間中に。で、その中で選手がどうしてもなんか悩んでるなとか。で、そういった時に今できないのは今あなた成長すごいしてるから、まあ体の中でのぎこちなさがあって、その中でパフォーマンスが落ちてるんだから、それ気にしなくていいよっていうことを指導者が適切なタイミングで言ってあげるのは、その選手に対しての自信を持たせてるっていう意味ではいいと思いますし、あとはアプローチとしてあるのは成長の早い子と遅い子での体格差であったりだとかパフォーマンスの差っていうのがある。でその中でどの選手の方が、まあ、勝るだとか劣るだとかっていうのが出てくると思うんですね。で成長の遅い子とかっていうのはやっぱりそういうのに対して劣勢を感じるので、そういった子たちに対していやまあ君は別に今まだ成長が来てないから、まあ彼らに対して、まあ、フィジカルでは劣るかもしれないけども別にその中でできることを考えてあげて、で、向上させればいいよっていうのを一言、まあ、どっかのタイミングで言ってあげるだとか、そういうのは必要かなと、個人的には思うんですけども、まあ、だからといって、全員に今、あなたはこの時期です、あなたはこの時期ですっていうのを伝える必要があるかってなったら、まあ、僕はそこまで言う必要はないとは思いますし、まあ、ある意味、そのタイミングとか状況によって、アプローチっていうのが変わると思うんですけど、そういった感じで僕であったらやるかなっていう印象です。ありがとうございます。小市さんどうですか。最終身長、この質問は最終身長を教えるかどうかっていうところなので、最終身長は僕だったら教えない。教える理由があるか、今阿部くんが話してたのはそのああそこか、うん、要はど成長曲線のどこにいるかっていうことを阿部くんが今話してて、でトレーニングの例えばグループ分けに、身長の段階いわゆる PHB の前なのか後なのかっていうのを使ってるんであればそれは説明する必要があるから、選手にいやあなたはこのグループにいる理由は今成長の一番伸びる時期の前だからこういうことやっとくといいからこのグループにいるんだよっていう説明をする必要があるので、その時には説明する必要があると思います。ただそういうグループ分けとかを別にしてないんであれば説明する必要がないので、あと最終身長予測に関しても、説明する理由がないので、はい、ただその所属っていうかクラブで最終身長を出してるってそれを教えるっていうのをまあ、やってるんであれば、それは別にもうそのチームの方針としてやるのは構わないと思います。はい。はい、すみません。私が質問をちゃんと読めてなかったですね。申し訳ないです。はい、で、あと、まあ、それに関しては、私はその、もし数字を伝える、伝えないとか、PHV の曲線に関してについてもなんですけども、阿部さんの講義の中でですね、やっぱり誤差があるっていう話はしてましたし、やっぱり、選手、の個人的なそのキャラクターを見極めることも指導者の方として大事かなと思ってて、例えばそういった数字だったり具体的なものにこう囚われすぎてしまう選手っていうのもいると思うので、そういったところは見極めてですね、多分皆さんが選手のことを一番よくご存知だと思うので、どの子にはどう伝えるべきかっていうのは、普段のコミュニケーションの中で判断してもらえればいいかなと思います。次ですが、ご質問いただいているものは、佐藤や阿部の方からですね、回答されているものもあるんですけれども、一つその中で、最終到達身長は早熟と晩熟で差があるのか、
ていうことを、まあ、データや個人的な感覚があれば教えてくださいということなんですけれども、どなたかどうですかね。安倍さんどうですか。最終身長でしたっけ。ごめんなさい。今そうそう最終到達身長。今アンサードの、答えの一番上のところに小市さんから、答えられてはいるんですけれども、はい、早熟晩熟のグラフから伸び率のピークの差があるっていう話を早熟と晩熟 の、 定義についてお話しされた時にあったと思うんですけど、はい、まあ、グラフの中では早熟の方が早く身長の伸びがなくなっているようでしたっていうことで、そう最終到達身長っていうのは早熟晩熟で差があるか研究の一応サマリーではそういった見方はしてなかったと思います。要するに基本的なカーブっていうのは、まあ、そんなに変化はないですよっていう、サマリーであったので、まあ、そこはもちろんこの研究が全てかってなったらなかなかそういう言い方はできないので、もちろんご自分でいろいろされてる方とかはそういう感覚があるのかもしれないですけれども、基本的なカーブは変わらないっていう理解でいいんじゃないかなっていうのを僕個人的な意見で、ただ単に早熟傾向は身長の伸び率がやっぱり大きいっていうのが挙げられてました。はい。で、そうですね。なので、まあ、そこが僕の答えになっちゃいますけど。ありがとうございます。これ小市さんから、もう文字で回答はされてますけど何かご意見ありますか。この研究はそういう早熟の子の方が背が低くなりがちだっていう報告があるけども実際にそうなのかっていうのを、まあ研究の対象として行ったやつですね。で、今パーッと見たところ1000人以上の児童を対象にしているので、まあ、比較的サンプルのサイズは大きいの で、 でそれを見るとその相関関係はなかったと。ただいくつかこうそういう傾向があるっていう論文もありますよっていうのは紹介されるので、参考にしてもらうといいと思います。あとそう、その最終的な予測の身長に関しても多分遺伝的な要素ってめちゃくちゃあるんじゃないかなと思ってて個人的には。だからその辺の部分が早熟の子と遺伝と、まあ、晩熟の子の遺伝とどうなんかこう関係性があるのか、まあ、僕分からないんであれですけども、その早熟だからといって身長が高くなる、身長が低くなるとかっていうのもなかなか言いにくいのかなっていうのもあるのかなっていうのは感覚としてあるんですが、はい。その辺はちょっといろんな要素があるかなと思うんで、最終的な身長の予測っていうのは。そうですね。まあなかなかこう、これが正解っていうものはないかなと思うんですけど、ありがとうございます。こちらも回答文字による回答されている質問なんですけれども、U15 のカテゴリーにおいてですね、放課後における部活動の時間が、夏季冬季によって差が出てしまうと、その中でのトレーニングメニューの組み立て方など、について、何かご意見がある方いらっしゃいますか。はい、じゃあ松野さんお願いします。よろしくお願いします。ちょっとこっちで話して、おそらく、あれですよね、冬季と夏季によって日の入り、日の出が違うとかっていうので、時間が少しずれるってことだと思うんですけども、基本、まあ、暑い中での練習と寒い中での練習っていう、まあ、そこで考えるならば、夏場の練習はやっぱり動きすぎることによる熱中症のリスクとか、そういうところに気を配る必要がありますし、あるいは冬の方であれば、逆に体が固まっていることが多いと思うので、特にアップに時間をちょっと長く割いたりと、時間を割いたりとか、そういうところは組み立て方として、まず参考にされるといいかなというふうに思います。何かありますか？大丈夫ですか？これは、もう答えの方に書いたけども、まあ、いつの練習でも、この時期に何をやるのか、この練習で何を成し遂げたいのかっていうゴール設定をしっかりやって、じゃあそのゴールを、なんだ、達成するためにはどういう練習をしなきゃいけないか。で、やらなきゃならないことはたくさんあるけども、じゃあこの限られた時間の中で、何にどのぐらいの時間を割くかっていうのをやっていけば、まあ必然的に。で、例えば、冬場になると、もう僕が聞いてる話だと、もう45分ぐらいしか練習できないっていう場所もあるらしいので、もうそういう時にはもう、ね、やっぱバスケなんで、その45分間はもうバスケをやって、でもひょっとしたら他の時間に空いてる時に、じゃあ筋トレとか、
ラントレとかをやるっていう形で、なのでまずはトレーニングの優先順位をしっかりと決めるといいと思います。はい、ありがとうございます。あとですね、ミニバスの指導者の方で、まあ、所属団体の方で、まあ、筋トレをする、筋力トレーニングをすることについて、まあ、制限がある方もいらっしゃるそうなんですが、勝さんのプレゼンの中で、まあ、PHV 前と PH 期間中、また後で、まあ、どのようなことにこうフォーカスを置いてトレーニングしたらいいかという話はあったんですけれども、まあ、成長過程で、PH 前、PH 中の子たちは、あまり鉄アレイとか重いものを持って筋力を作るよりも、神経系のトレーニングに集中した方がいいかどうか、で筋力を鍛えるのであれば、どこから鍛えるのがいいのか、重さを重りを持つようなトレーニングを始めるのはいつがいいのかっていうことについては阿部さんどうですか。原則的にはやはりあの PHV が終わった後っていうんですかに重りを持ち始めるっていうのが一つなのかな。でもその重りでもその何を持って要するに重りでもいろいろあるんで、ね、重りの重さって全然あるじゃないですか。だから、まあ、例えばの例でマックス、まあの 100% っていうのを PHV の前にやったら間違いなくこう良くないかなっていうのはあると思うんですけども、まあ マックス、まあ、マックスをまず測定することに対してっていうのは議論は別として、10%、20%、30%、まあ、いわゆる低負荷であれば全然問題ないと思うんですよ。でそこっていうのがどういう判断かってなると、まずはその、まあ、ここはコーチの、そのコーチング能力になってくるんですけど、技術を習得してるかしてないかある程度ですよね、そのラインがあると思うんですよね。でそこをまず 見極めるっていうのが必要で、まあ、ある程度 そのラインを超えてるんであれば、あの選手に適切なストレスを加えるっていうのは僕はどの年代でも必要なことだと思うんですね。技術にしてもそうですし、フィジカルに関しても適切なその時に必要なストレスっていうのを加えるべきなんで、だから完全にその筋トレがダメですとか重りを持つのはダメですっていうその考え方っていうのは僕基本的にはあまり適切ではないかなとは思いますけれども。はい、ありがとうございます。僕その質問の方に質問でお返ししたんですけど、僕が興味があるのがその禁止になっている筋トレをしちゃいけないっていうのがそのチーム独自のルールなのか、それともそのなんか所属している団体でなのかっていうのが一つと、でもう一つは筋トレって何をもって筋トレっていう定義なのかっていうのが知りたい。腕立て伏せも筋トレなのか、それともね、片足の両足のスクワットはいいけど片足のスクワットはダメとかってそういうのがあるのかどうかっていう。両足でスクワットね、10回やれば大したことないけど、でも片足で10回やったら結構疲れますから、でもじゃあ片足のスクワットやっちゃダメなのって言ったら、ちょっとなんか無茶苦茶な感じはするので、はい、質問した方、名前はもちろん言いませんけども、もう一回質問してそのいただければ、はい、ちょっともうちょっと対応できるかな。はい、あ、もう一回質問しましたね。はい、所属団体。はい。あ、筋トレの定義なんかはもう一度教えていただけたら嬉しいです。鍛えるのであれば高校生。ああ、なるほど。筋力を鍛えるのであれば高校生ぐらいからで良いと理解しています。あ、なるほど。はい。阿部くんがもうすでに話はしてるんですけど、PHB を過ぎたら、そんなに気にしないで、なんだ、負荷をかけていって。ただ、我々今まで何回も話してますけども、ちゃんとした姿勢を維持できるとか、そのむちゃくちゃなフォームじゃなくて、きちんとできるんだったらやっていって、僕はいいと思います。はい、例として、もう他の国の例になっちゃうんですけども、オーストラリアとか、まあ、イギリスとかは、結構は若い世代、まあ、要するに PHV とかより全然前ですけども、オリンピックリフティングのテクニックをこう習得させようとかっていう考えを持ってる方も多いですし、実際にやってますんで、でもだからといって先ほど言いましたけど高負荷でやってるかって言ったらそれはないですし、形が崩れててもそれを習得させようとかっていう考え方もないですし、要するに一つの体験だと思うんですね。運動体験だ
と思うんで、そこは全然問題ないと思うんですよ。だからその体に対してのストレスをどうマネージメントしていくかが非常に重要だと思います。はい、ありがとうございます。すみません、一個一柳さんの講義の中でですね、まあ、チームミーティングや講義の方で、心理的安定性を高めることが一つのアイデアとして、上がってましたけれども、まあ、具体的に、まあ、どういったことに気をつけて、まあ、チームミーティングをしたりとか、まあ、コミュニケーションを取るのがいいとかっていうおすすめは何かありますか？ですね、なかなかこのメンタルのところって難しい問題ではあると思うので、まあ、アクティビティとしてチーム全体として、例えば今パッと一つ思ったのは、全員が一つカードを持ってみんなが知らない自分の、まあ、ヒストリーでもこういうことが好きとかでもいいですけど、そういうのを書いてそれを全部箱に戻して指導者の方が読み上げて、これは誰だと思いますかみたいなゲームをグループ分けでするとか、その相手を知ることとか、自分のみんなに言ってないことをちょっと出すみたいなののアクティビティとしては今面白いかなと思ったんですけど、もしそういう全体の場で言えないようなことって絶対あると思うので、それは個別でやるっていうのは必要だと思います。個別でその、何か言いたいことがある、伝えたいことがある子が指導者に弱さを見せられる、それだけでも僕はすごいいいことだと思うので、そういう取り組みはありかなと思います。はい、ありがとうございます。他に何かアイディアがある方いらっしゃいますか？大丈夫ですか？あ、じゃあ、岩松さんお願いします。アイデア、先ほど一柳トレーナー言われたみたいに、なんか多分正直 YouTube とかでこうアイスブレイクとかってやったら、なんかそういうチームビルディングのアクティビティって結構出てくるので、そういうのを空き時間とかミーティングでやるのはすごいいいかなと思うし、実際代表のアンダーの中でも、まあ、試合前とか空き時間にやってたりとかするので、そういうのは結構チームビルディングとしては、まあ、有効かなって思います。で、1個ちょっとまあ、補足でというか心理的安定性のところで、一柳さん先ほどスライドの中でもあったんですけど、たまにこう選手の中では怪我をして怒られちゃうから言えないっていう選手がたまにいるんですけど、やっぱ怪我してやっぱり、まあ、指導者の方たちもあって思っちゃう気持ちもすごいわかるし、でもそれと同じぐらい選手たちもあって思ってて、やっぱ怪我したくてする子って絶対にいないので、やっぱそのしてしまったことを責めるんではなくて、しっかりとそこでちゃんと話を聞いてあげて、その時がやっぱ怪我すると人間ってすごく心理的に不安定になってくるので、その時にやっぱり指導者の方が意識をして大丈夫だよって声をかけてあげるっていうのはすごく必要なことなんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってます。そうですね、はい、賛成です。自分たちアスレチックトレーナーにも、まあ、やっぱりナショナルデベロップメントキャンプで来てくれるようなユース育成の子たちは、私たちはもうその場の3日間、4日間でしか会わない人なので、なかなか話しづらい部分もあると思うんですね。で、まあ、なので、普段から一緒にいる、指導者の方がですね、そういった、コミュニケーションを、オープンで取れると、まあ、選手たちもそういう癖がつくというか、言っても大丈夫なんだっていうふうに思えるようになると思うので、それは大事だと思います。最後ですかね。1個、育成年代の、子どもたちがスポーツを行うことで得られるものは技術だけではないと考えています。指導者として子どもや選手と向き合う中で何を目標にしたり伝え続けていくことが重要と思われますか？まあ、これはオープンクエスチョンなので、何かご意見がある方どうですかね。まず僕からいきます。はい、はい、特にユース年代ということなので、やはり勝敗を重視しすぎて、まあ、そういう競争とかに焦点を置くっていうのは、僕はプレゼンの中でも言ったんですけど、スポーツから得られるようなメリットは限定的にしてしまうと思います。で、目標設定に関してなんですけど、目標は立てるべきだと思います。
で、それぞれのチームの、それぞれのチームが実現可能な目標は立てるべきです。で、その目標を達成することができれば、それは成功体験となって、間違いなくその子どもたちの将来に役立つことになっていくと思うので、そういうことは続けていく必要があると思います。で、JBA の、特に育成年代の、方針として、考えてやらせるっていうのをすごい、ナショナルレベルのキャンプでも行っていて、今日何々をします、今日自分はどうだったって振り返らせたり、そういう主体性、自主性、自分で考えてやるようなのを、進めるようなことをさせています。なので、そういう、練習を受け身でやるんじゃなくて、考えながらやれるようなこと、それを指導者が伝えてあげるっていうのは大事だと思います。ありがとうございます。何かありますか？他の。そうですね。じゃあ松野さんお願いします。今の竹尾さんにかぶせて目標を自分で考えるってことと共有することっていうことが大事かなというふうに思いました。特にやっぱり指導者に言われたことを忠実に守るみたいな思考になってしまうとやっぱり自分で考える癖がなくなってしまうと思うので、自分でチャレンジングな目標はどれぐらいなんだろうって考えること、でそれ共有し合うことで、自分ってこういう癖があるんだなとかっていう関わりの中で自己認識ってのは進むと思うので、なんかそういうきっかけに目標っていうものをなんか捉えるといいんじゃないかなっていうふうに思いました。以上です。ありがとうございます。個人的には、指導者の方が、目標を与えるのもありかもしれませんが、その目標を、選手たちも一緒にやっぱりそこに向かって頑張りたいって思わなければ、ただの言葉になってしまうので、みんなで、目標をそのチームに合ったですね、目標を作ってもらうのが大事かなと思うのと、ユースのレベルで、私たち、佐藤浩一さんがよくやられるんですけども、練習の前に、各選手にですね、今日の練習で、達成したいこと、今日の練習の目標、目的を自分で考えて隣の子とシェアしてください。で、練習後にはそれぞれ設定してた目標がどれぐらいできたか、できたのかできなかったのか、どれぐらいならできたのかっていうところをシェアしていくことでですね、そういったものを、ただ惰性でこう練習をしていくのではなくて、自分で決めた目標なので、頑張れるっていうようなことがあると思うので、そういったことも、一つの、なんていうんですか、メソッド、方法だと思います。はい。じゃあ、ここで質疑応答を終わらせていただきたいと思います。他に答えられなかった質問ももちろんあるんですけれども、こちらはどこかで、答えられたらいいなと思います。では、佐藤さん、お返しします。今日話題に上がった一つに、そのウエイトトレーニングに関して、筋トレがいい悪いって、で実はこれもうすでに第1回の、セミナーで、この件について話したんですけども、筋トレやると背が伸びなくなるっていう迷信があるんですね。で、実はこの迷信って日本の研究者にが原因だっていうのが、これニューヨークタイムスっていうアメリカの新聞の記事なんですけども、1970年代に日本の研究者が、いわゆる炭鉱で働いている子どもたちの背が低いっていうのを観察して、肉体労働イコール、筋トレとかウエイトトレーニングで背が低い。だからウエイトトレーニングすると背が低い。だから成長期とかユースの世代ではトレーニングしない方、ウエイトトレーニングしない方がいいっていうのがきっかけで、こういう、迷信が広がったっていうのを書いているこれ記事なんですね。なので、何が大切かっていうと、きちんと適切に計画され監督されたレジスタンストレーニングプログラム、つまり筋トレとかウェイトトレーニングですね、は青少年にとって比較的安全であるっていうふうに、こういう全米の協会も発表しているし、今安倍君からあったようにいろんな世界のユースプログラムでは筋トレが行われています。重要なのはこの適切に計画され監督されたっていう部分なんですね。指導者として適切に計画して監督できるんであればやるべきです。
で、 できないと思うんだったらやらない方がいいかもしれません。あるいはできる人にお願いする。はい。つまり何をするにしてもメリットとデメリットを考える。これってやっても大丈夫かな、やらせても大丈夫かな。で、やるとしたらどういう準備をする必要があるかなっていうのを考える。我々が JBA としてその例えば運動訓練のチェックリストをやりましょうとか、いろいろな運動体験をさせましょうっていうのは、ウェイトトレーニングをする上での下準備としてこういうことをきちんとやっていくといいですよっていうのを示しています。ですから何か新しいことをやるときには、これをやるだけの自分の能力があるかどうか、選手にもそれをやる能力があるかどうか、それをやるための、まあ、機材とか、それから場所があるかどうかって、そういうのを総合的に考えた上で決断をするといいと思います。それから最後にその青少年に対しての、指導についてですけども、いろいろなスポーツとか運動体験をした方がいいっていうのと同時に、やっぱり生きていけばバスケットボールだけではないので、さっき一蘭君の方からアメリカのじゃあ高校でプレーしている、バスケをプレーしている選手がどれだけがプロになるかって言ったら本当に微々たるもので、で、日本でも多分同じだと思うんですね。バスケットボールをやっている高校生の全てがプロになるわけではないので、まあいろいろな価値観とか体験をさせるっていうのは僕は大切だと思います。というわけで、次回も、まだ未定ですけども、開催日時は、ぜひ参加していただければと思います。参加者の皆さん、それからパネリストの皆さん、今日もありがとうございました。また会いましょう。それでは失礼します。